なんか赤と青のオーラを宿したゾンビが出るから、ケモ赤はナパームで青は氷だったかな。到着。いやでもこの辺だった気すんだけあ、ど、違う、あ、待っこれだ、て。これ、これ、あった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 。どれどれどれ。で、ここにさ、今、ああ、なん2か体のいるポじゃケん。モンが。で、ここ。2体のポケモン用に。れ、弾薬もあった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 。ああ、ちょっと待って。あ、ゲットちょワイヤーゲ、ちょっと待って、紫どこ？紫どこ？っと。紫いるよ。す、あ、ちょっと、あ、ちょっちょっと待って、と、ちょっと、ちょっと、ちょっと、誤射しそう、誤射しそう、マジで。紫俺に今ついてるよ。お、下手くあ、そ待って、か。デッ、あ、待って、デッドワイヤー取れてない。取れてない、取れてない。ちょ、紫どこどこ？紫ここ。あ、いたいたいた。オッケー。で、次、デッドワイヤーじゃなくて、ナパームバースト。あたい。あ、ちょっと待って、ナパームバースト取れてねえじゃねえかよ、もう。今あったよ。あった。あ、う OK。わできました。ー。え、終わり？ここおしまい。次。結構このエリア一帯に散らばるから、全部探してほしい。え？青紫のやつは全部赤にし。青紫のやつ？お、あ、あれか。あ、そうそうそう。は？何これ？結構いろんな場所にあるからさ。なんいや、かこういう、す、あは。ウィスポーツにありそうな。Wii スポーツにありそうな。あれ、これ倒せばいいんだっけ？あ、OKOKOK。はい、終わり。え、終わり？終なわす、り。なんすかこれ。いや、謎解きだけど。謎解きというよりもこれが謎なんだけど。で、ちょ、このサンドバッグしばきます。なんでしばいたら炎出てんの？ お、なんだ？タイマー。おら、おら、おら、タイマー、ツー、ツー、ツーワンだけど、これ。終わり。お前、二人でボコっただけや。で、3エリアの、あれかな？オッケー。いや、あれかな？多分あれなんか、なだらよ。ず者いるから倒そう。到着。あったあったあった、ここで。ここに？開ける？よし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 。ゾンビ始末すボるかスらやっ出とてけ。こねえよな。待って、これ何？見えねえ。コップか、これ。やって待って、メガモクル早くしないと。メガボクル。え、あと台座どこ？台座見つかんないんだけど。台座あるよ、どっかに。あと1個見つかんないんだけど。ああ、待って、来ちゃったわ。メハド。あ、え？あと1個どこ？待って、メガあっ倒しちゃた、おう。ここかよ。待って、俺ナイフ持ってんの忘れてた。全部セットした。ボス出ないよな、まさか。いってここ死セッぬ。俺セットした後のこと知らないんだけど。待って、俺死んだかも。あ、自己訴します。あ、待って、特にボスとか出ないでいけるくさいね。いけるんかーい。あ、1枠開けちゃった。まあいいや。てか、俺もエルダーシジルつけたら1枠開くんだけどね。まあ。まあいいや。これなんかね、つけにくいんだよな。この辺。はい。はい。OK！ さあ、手に入れるぞ。ああ、でも、一回で全部集まりゃいいけどね。え、あれ、これ、略図は VR。確定で出ると思ってんだけどね。いや、出ないかもってないうに？話。まあ、最初のやつは、すぐ取れる。
どこ行くんだっけ最初。あ、そっちか。15分です。短っ。マジで速攻でやんなきゃまずいよ。うん、つかくぽ。エルダーシジルなのにちょっとラグんのやめてくれ。どうせあれでしょ。あれミミックだぞ。あれなんだよ、メガホンじゃねえのかよ。ミミックだぞ。あなた一人で倒せんなら倒してきていいぞ。拍子抜けだわ。いやあ、まあいいけど。いいけど。つからさ、もうこれさ、あの、ジャガーノと、うん、どうしようかね。まあ余してもしゃあないから、こいつ相手に使っても、うん、やぶさかではないわ。アンデッドが一体減った。あれ、どこ行った？あれ待って、なんか場所おかしくない？俺んとこにいる。あ、いる？あ、多分表示違う。表示バグってんな、今。今行くわ。あー、終わってる。ちょっと待って。あ、マガジン来た。出た？出た。俺戦ってすらいねえけど、そいつと。余裕でしたか？そう、余裕でした。余裕でしたか？あの、設計図と普通のも出たから、普通の使ったわ。はいはい。あ、本当だ。あ、まあ、VR11 ケースだ。また手に入ったんだけど、もう使わんで。あれ、あ、どこだっけ、もう一回。あ、いや、持ってっか、じゃ。あ、こっちか。あ、時間ないぞ、とか言いながら、もう1個目終わってるからな。楽々終わっちまうぞ、装備揃ってたら。あれか。メガボじゃなかったからで、たぶん。じゃあ運なのか、何のボスが出てくるかは。エリミネート版って運だね。はい、 TND。 あー、じゃあこれでジャガのデモ使おうかな。あー、いいんじゃね。あ、じゃあちょっとスイッチお願い。ジャガーの図書館。ジャガノとゴー。待って、ゾンビ来ねえんだけど。終わった。てかこの中いないと進まないぞ、あの PNT。 そうそうそう、やらかした。まあ仲間作るんだけど、これは。あ、仲間やってる。余裕っすね。なんかだね。これさ、リロードなしのさ、ケースさ、うん、やっぱりなんか知らないけどさ、片方の武器にしか使ってなくても武器の入れ替えのなんかのタイミングでサブ武器にも適用されることがあるわ。マジか。あ、待って、俺マガジン落ちたからあげる。え、俺持ってるよ。あの、設計図じゃないけど。いや、俺もうサブに使ったりんで。あー、オッケー。待って、じゃあ持って帰ろう。カジミール、こんなんいらないよ。なるほど。てか待って、俺、鍵、ブラッドバーナーの鍵出たんだけど。あ、いいじゃん。これで設計図ってことでいいの？え、ただの鍵だったら設計図じゃないけど。だよね。え、じゃあこれ今回全部、3つのタスクで回収しきれないんじゃないの？いや、だから運だって。運なのか、やっぱり。うん。全部出るもんかと思ってた。
まあいいや、次のタスクよろしく。うん。てか次この辺だって。覚えてね。マジか。まあ、マシミールこんだけあれば余裕だろ。余裕ですね。だって俺1本使ってないもん、まだ。じゃあ手前俺やるわ。奥からやるよ。ちょ、いた。なんで殴る。終わったよ。終わってる。オッケー。これちょっと VR11 のケースなんだけど。VR11。え、じゃあ今回手に入ったのマガジンコレクションの設計図だけって言ってもこれで十分だ。これマガジンだけだな俺も。まあ一番の目玉だし。そうだね。ただ VR11 なしか。なあ。あとなんかもう探検しかないけど、あ、炎を壊す濃厚だっけ。え、濃厚だって壊していいことあるのか。わかんない。ここジャンプあった。おまけにカジミールを投げて、はい、さようなら。カジミール5個ぐらいでいいな。まあ、かといってカジミール以外に何が必要だったかと言われてもな。何もカジミールだけでいい。まあ、マガジンコレクションゲット。はい。もう一回行く？あ、まあいいよ。多分多分渡せると思うよ。よし、よろしく。あ、待って、最初は俺も行けるんだった。はい。じゃあ取ってきて。確かこっちだったよな。おお。あ、落ちた。メガボじゃあ。ああ、メガボか。いや、もう召喚の儀式です。召喚。あ、ちょっと詰まる詰まる。あ、どこだ。これまたマップに移って、あ、移った。そっちジャガの呼ぶ。もう呼んでる。オッケーっす。俺も呼ぼう。あ、待って、俺呼ばなくてよかったかな。まあいいや。ジャガノ早く振ってこい。ジャガノ早く変身。変身。仮面ライダー。楽だな、ジャガノ楽だな。効果時間が長い。あ、鍵の設計図来た。マジ？ちょっと俺早く。マジ？あ、出たー。あと、まだ出してももうマガジンコレクションの押し売りである。押し売りで、次こっちか。 OK。 よいしょ。なんかついでにあのイースターエッグドロップするから拾ってこう。あった。待って、俺これ遠いわ。でしょうね。
ここはね、仲間を増やす時間です。あ、でも、迫撃使っちゃう。攻撃を要請した。ターゲットをマーク。意外と武器としてスコーチは使ってるじゃん。いや、そう。いや、これ、弾がすぐなくなっちゃうからさ。あ、で、VR11 で仲間になる前のさ、変身途中で死んじゃうんだが、うん、犬が殺すんだあ。あれじゃん、変身途中に攻撃しないって暗黙の了解を守らないやつ。ここはゾンビモードの世界なんだもん。スコーチは普通に強い。ゾンビ仲間強い。金アーマーだ。またマガジン、これちょ無限マガジン始まってる。遊べるじゃん。はい、次。俺ちょっとそれ終わったらさ、残り2つのイースターエッグ回収しちゃおうか。やる。あのもう1個は確かスタジアムのところにあったと思うんだけど、もう一個どこにあったか忘れちゃったな。まあ音鳴ってっからは分かるでしょ多分。これ俺近いよ。近い。終わり。あ、いや、僕よろしく。うん。あ、やべ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 。待って、危な、ディサイブルうざすぎ。第2個目終わり。これ今度こそいける。はいはい、待って、俺今のところ略図の引き悪すぎるんだけど。あー、 VR11 俺は揃ったぞ。俺なんだ。ちょ待て、死ぬ。落ち着いて見させろ、この野郎。カジミール投げた。待って、あ、VR11 設計とエーテルブレードのケース、エルダー指示。おい、エーテルブレードのケース帰ってきたのでかいよ。でかい。ってことは、これあと、バイ、あ、全部揃ったか。うん。全部揃ったか。あ、全部揃ったか。オッケー。うん、あ、そうだ、ここだ、ここだ。あ、そこ、ここだよね。耳が聞こえる。下、すご。はい。じゃあ、死ぬ。え、あぶね。ね、これ、シジルと同じだね。また、BU1 のロックな曲がかかってる。ロックな曲。いいね。じゃあ全部揃ったことだし帰りますか。うん。あ、ここ戦闘エリアだよ。そうそう、若干ビビった。あ、こういうところになんか隠されてたりしないかね。エリア外か。うん。こんな端っこまであんのに。これさ、予想するけどさ、シーズン3、4と来てもさ、確実にアルマズラのどっか一箇所がこのね、ダークエイティのエリアになるよ。採用されるよね。そんな気がする。間違いない。
じゃあ帰るか。痛く。